はい、スタン投げて、今のうちに前詰めていきたいところありますね。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、こう前、行ったと見せかけて、デコイか、びっくりした。はい、これやっといて、投げナイフ、うんま。一回でこうやってクリアリングゆっくり丁寧に。はい、これワンパーナイス。待って、いるわ。いや、それ、おー、ナイスケル。おった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 、バレてないよ、バレてないよ。おい。おい、それワンパトルハンおかしいだろ、後ろおるわ。これ行ったふりして。はいどうも、ザルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、MW2 の頃から、強化に強化をされてますが、未だに全く使われない、一度も日の目を見たことがない悲しみの武器が、再びちゃんとしたね、強化をもらってるということで、こちら。はい、キャラック300ですかね。カーラックでもいいと思います。300ですね。はい、こちら、MW2 の新武器 SR になってまして、元武器がいろんな意味で有名な悪さ2000が元武器で、まあ、元銃のね解説とかは多分 4,5 分ぐらい話してる動画がね、こちら MW2 にありますので、気になる方はぜひこちら見てほしいんですけど、まあ、いわゆるミュンヘンオリンピックでテロがあって、その時の射撃銃の精度があんまり良くなかったがゆえに撃ち損じがね発生して、でテロの方が自爆して人質もろとも死ぬっていうね、ちょっと悲惨なことがあったので、まあ、最強のねスナイパーライフルを作ろうってことで、まあ、こちらにもある、まあ、PSG1 と、まあ、この武器ワルサー2000がね選ばれたんですが、この銃は重いとかね値段がめちゃくちゃ高いとかで最終的に選ばれず、確か PSG1 が採用されましたよね。っていうところから世界に数百丁ぐらいしかないんですけど、命中精度はマジでいいらしいので、まあ、旧 MW2 やね、BO1、そしてフェイトゼロの切り継ぐヒットマンなどで登場し、まあ、命中精度の良さからね、暗殺系の作品でチョイスされてるイメージですね。まあ、そんな感じの武器ですが、MW2 から弱く、そもそもね、MW2 には連射できるスナイパーライフルで、まあ、このシグナル50がありますから、MW2 マルチね、あの、スナイパーライフル一番人気ずっとこいつだったんで、まあ、このスナイパーを使うメリットが結構少なかったんですけども、MW2 で何回か強化もらって、うおー強くなったんかーって思いきや、全く使用率は伸びず、そしてね、この MW3 体力150環境では最弱スナイパーにまで落ち、まあ、MW3 でもね一応強化とかもらってたっぽいんですが、もう誰も気づかず動画にもせず、使用率が1ミリも変動しないっていうね、ちょっとクソ武器でしたが、満を持して今回強化もらってます。こちら、はい、最大ダメージが95から128、 35% 増加、近中ダメージが90から95、中ダメージも増加、最小ダメージも増加、最大ダメージ範囲が、30.7m から 12.7m に減少しました。あのさ、12m しかさ、最大威力が出せないスナイパーライフルって何やねんって感じなんやけど、多分まあその 30m までワンパンだったら強すぎるがゆえにって感じなのかな。で、近中ダメージ範囲も、減少と、中ダメージも減少。その代わり、頭部と、首部分のダメージケースが 1.7 倍から 2.2 倍。まあ、いわゆる威力が2倍あったってことですよね。で、関心ダメージの上数を1倍から 1.1 倍に増加ということで。ステータスこんな形になってます。まあ、ボディ上部が153ダメージなんですけど、先ほど言った通り有効射程距離が 12.7m しかないので、はい、こんな感じで、ここ当ててもワンパン取れませんっていう。これ微妙にやっぱ斜めになってるんで、13m ぐらいあるんですよ。といったところワンパンがね、取れないので、しっかりとバレル強化系をつけてあげないとダメって感じですね。いや、これハイグレインダーないの結構厳しいよな。MW2 機もちょっとハイグレインダー欲しいよな。まあ、なので一応これが上げられるマックス遠距離なんですけど、こうなってくるとちゃんとワンパンが取れます。ただ2体目のマネキンは取れませんというね。あと、ブレがね、結構でかかったんですけど、確か MW3 のローンチぐらいに強化もらって、ブレ減ってるはずなんで、まあ、そこら辺はだいぶ使いやすくなってるかなと。腹部もワンパンなのいいですね。ただ腕先は残念ながら反射と。腕先反射きついなぁ。で、肩も反射か。いや、これきついぞ、正直。連射できるとはいえって感じじゃない？これはちょっと変わらずね、あの、クソ雑魚な気がするんですけど、まあ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 、非常にかっこいいロマンなんでね。まあ、歴代コールオブデューティーでも、まあそこそこやっぱ知名度あった銃なんで、早速こちら使って実況プレイやっていきましょう。はい、ということで、これからもですね、COD に関する動画いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通常登録にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは参りましょう。はい、動画の途中ですいません。あのですね、私結構動画をストックする方でして、まあ、お蔵入りになった動画って結構あるんですよね。それこそ COD ってね、急にアップデートが入るとかありますので、本来予定してた動画を上げるのをやめてとかあるんですが、それで、まあ、やめた結果ね、上げるタイミングがなくなって、まあ、その動画はね、ボツになるってケースが結構あるんですけど、その中でこちらね、MW2 のワルサー2000のね、まあ、強化の時の動画が編集済みでちょっとありましたので、いやもうどうせ消すぐらいだったらね、今回のこの強化に合わせて、まあ、MW2 と比較ってことに載せちゃおうってことで、まあ、この MW3 の、まあ、マルチの動画の後に MW2 のね動画丸々載せてますので、よかったら体力100の環境と比較してみてください。それではまずは MW3 からどうぞ。
さあ、では早速こちら、ディオのキルコンファウンドをやっていきたいと思います。ということで、今回ですね、使っているカスタム構成は、やっぱこのワンパン武器をね、使うために、近づく、至近距離特化にしてきました。なので、機動力重視ですね。ただ、弾数がデフォルト6発とね、おちんちんすぎるんで、そこはしっかりとね、10発にして、ちょっと機動力落ちちゃってますが、こちらでやっていこうかなと思います。まあ、幸いね、ちょっと今作、等倍サイトがありますから、これがまあ、MW2 と違ったところのね、使い方ができるんじゃないかなと思います。で、あと、こちら、キルストリークでですね、これ、迫撃砲が、許可食らってなんか即断着らしいんですよ。今まで養成してちょっと時間経ってからドーンドーンって感じだったじゃないですか。今は養成した瞬間にすぐドン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 、しかも数も増えてるらしいんでね、早速こちら多分ディオでは刺さらないと思いますが、やっていけたらなと思います。いやー、これぶっちゃけ強いか弱いかで言ったら絶対弱いよな。多分普通にその反動制御つけて遠距離しっかりと2発、パンパンって指切りして綺麗に2発持っていくっていうのは多分理想ムーブだと思うんだけど、それじゃ多分今までの使い方と同じなんでね。そう、しっかりと距離を詰めてって形ですね、今回は。ただ、この使い方はマジで推奨しません。絶対弱いです。はい、投げ物来てるけども、はい、こんな形。はい、スタン来てるけど大丈夫いける？味方ナイスキル？はい、こういう形で抑えるじゃん。待って、どんだけおんねん !3 人、4人ははぁ、センター用に熱すぎだろ。熱すぎるけど、俺ら2枚で4人抜いたら強くね。さあ、味方、森本ボンバク、一緒に前上がっていきたいが、はい、ナイスワンパー。これワンパン切る。いやー、全部外した。いや、これは俺の M 力。けど、しっかりと上半身狙えてましたね。高さは合ってた。から、横の偏差だけよな。なので、そんな形で追ったわ。追ったけども、はい、これやっといて、後ろ来るから、見る。来てない？大丈夫かな？まあ、タグは誰も取ってないから、今のうちにタグ取るじゃん。一人放置で追ったんかな、味方。ちょっと味方放置で、ちょっといらない子ですよ。さあ、しっかりと前上がって、今回ストリークシステム、あ、外周いる？これもしかして。こっちいるか？いやー、これちょっと、等倍サイト見にくい、これ。等倍マジで見にくいな。待って、追ったわ。味方大丈夫？いける？ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル。で、こう見ていく。はい、ここの定点強いんで、しっかりとこうやってクリアリングゆっくり丁寧に。はい、これワンパー、ナイス。待って、いるわ。いやー、それ、おー、ナイスキル見た、さっきの。いやー、どんだけおんねー。いやけど、みんな見た、さっきの。あれよ、これね、これリカバリも効くし、しっかりとワンパンも取れたし、みたいなところでね、強さ出てましたね。はい、スタン投げて、今のうちに前詰めていきたいところありますね。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、こう前、行ったと見せかけて、でこいか、びっくりした。はい、これやっといて、投げナイフ、うんま。いや、これよ、これ。もう弱いんだったら投げナイフでごまかすしかありませんよ、ということで。はい、こっち、裏からいけるか？こういくじゃん。こういくじゃん。いる？追ったわ。追ったけど、あえて無視。見せかけての、これ。はい、こういくじゃん。で、クラスター出すか？はい、クラスター出しといて、一回下がります。頼んだよ、味方。下がりたい、俺は。下がりたい。オッケー！でもスキード使いたいよ。あー、疲れた。いや、クイックフィックス欲しいな、突撃するんだったら。いやけど、もう余裕がないんよ、こいつには。マジで。アサシンベストつけて、もう一生チュンチュン遠距離からするしかないんで。しっかりとやっていきたいところあり、怒ったわ。あれスナイパー絶対無理。ほんまのスナイパーにはね、絶対勝てないですよね。ワンパンじゃないと無理なんで。見ていくが、おった。はい、2発切る。いや、こういうところは普通に安定してますよ。こういって見ていく。いるわ。いや、もうそれもうエイムずれた。これエイム速度の感覚がマジで全然違うから、やっぱずれるな。ダッシュ後の射撃速度が遅いんですよね。エイムはこんな形でパッパッパッってできちゃうんですけど。ちょっと待って、鼻がかいんで鼻かきます。で、ここさ、迫撃を使うか見といてね、みんな。いくよ。多分あんま刺さらんと思うけど、見てほしいこれ。はい、チドーンチドーンチドーン。ほら見て、数やばないこれ。で、これが1回切りじゃなくて2回3回って、これね、この数ですよ。素晴らしい。ハラショウ追ったわ。さあ、このダンボールで定点。さあ、ダンボール定点。さあ、9、あ、痛い、かんだ、したかんだ。ヒビリを食らした方が負けです。おい、来いや。おい、めっちゃ逃げるや。おー、最悪。いやー、一発当てたけど、反射。この至近距離はさ、なんか足もワンパン、足じゃなくてもいいけど、なんか、関心ちょいぐらいはワンパン持っていかせてほしいけどな。かも。ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル。いいね、ちょっとハンドガイとつるわ。とつっていくじゃん。オッケー、ナイスキル。で、さらに前出て、モスキート溜まっていく。下がっていく。見ていく。はい、ワンパン。奥追ったから下がっていく。追ったわ。15発あるから大丈夫。来いよ。オッケー、イムこれね。まだ来るかな。来てない。やべえな、これちょっと来るかな。8発あるから大丈夫でしょ。オッケー、イムかも。来てないっすね。待って、鳥が飛んだ。鳩飛んだから、ワンちゃんこの辺いるよな。と思ったけど来てねえな。やべ、下噛んでめっちゃいて、さっきの。鬼神下。カウンター壊して、押し上げだな、これは。はぁ？4発ははは、嘘だろ。悪さ2000、そこ4発な。どんだけ射程距離弱いね、お前。威力減衰しすぎやろ。やば、いるか？ここ怖いんよな。だからこんな形で、オッケーもしながら、これは見せましたね。ありがとうございます。で、こうやって、で、右折ったから、こう、行ったふりして、こう。と見せかけての、こう。詰めては来てないね。いや、もうこのクソ陰キャムーブですよ。リロード。で、俺もここでクラサ出そっかな。はい、クラサ出す。で、その間に、後ろからハイヨルコント。奥折るな、これ。多分スナイパーがガン見してると思うから、それしばくわ。こう行くじゃん。はい。トロイ撃。ゲロビ
きたー。さあ、しっかりとダブルゼータガンダムを決めながら、おるか。もうマジ下痛いな、これ血出てるわ。つれー。はい、しっかりとモスキート使ってからの前出る。いや、これワンパン狙いに行くか。至近距離、胴体ワンパンを見せましょう。さあ、裏取りして。おった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 、バレてないよ、バレてないよ。おい？おい、それワンパントレハンおかしいだろ。後ろおるわ。これ一択にして、こういって、迫撃をこう落とす。これ中ワンチャン入るかな。これ見ていくか。ここ来てないから、はい、ナイス、迫撃を。いや、いいね。刺さってる、刺さってる、刺さってるよ。で、ここからの、見ていくか。いない。はい、モスキート使う。後ろいるね。後ろ湧いてるか、これ。多分こっちから来るね。かも。さあ、ここの定点も結構刺さるんで、しっかりと見つつ。さあ、後ろいますよ。これデコイか。騙されおったな。ってことは多分まだこっちいるから、こうやって撃って、はぁ？それ反射おかしくね。はい、ワンパン、うん。ワンパンというか、しっかりと。お前、それ来いよ、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 来いよ。大丈夫？壊すじゃん、うん。で、2発あるから、こう。あー、後ろー！いや、後ろクラスター出したかったな。これ、ディスポン変えて、ここのクラスター1回起動させてからのってことをやりたいんですけど。え、モスキート2回目。やばい、モスキートが上空に2個飛んでる。モスキートを重複してもいいんだ。あー、こっちさ、敵がやっぱ全部室内行ってるからさ、ちょっときついわ。やっぱ辛いよ、それは。はい、クラスター出されてるから、あんま前出たくない。おいよ。いやあ、もう、それワンパンじゃないの、マジで。バグだろ、なんかの。なんかのバグだろ、これ。ナイスキル？はい、これもタグ取る。いるか？いない。はい、これ行ったふりして、こう。いや、モスキートキル結局できてへんのかい。そしてスナイパー奥見てるよ。無理だよ。大丈夫か、味方。おいよ。おい、それワンパン取れんのおかしいやろ、マジで。弱すぎる、それは。いやいや、さすがにじゃない。はい、腰打ちワンパン。逆になんでこれやね。あ、上半身だったよね。まあ、腕か。そっか、これ銃構えるからさ、腕に当たるんよな、武器が。ほい。オッケー。で、3当たるか1回リロード。あ、こんなところにいい武器がある。使っちゃおう。見てろよ、見てろよ。はい、つけるからの、後ろ追ったな。あれ？クラスターあるからそこ、突れへんのよな、真ん中。追ったわ。オッケー。行ったふりして。いやー、惜しい。これ絶対さ、スナイパーじゃなくて、SMG 使ってたら無双できて勝ってたわ、これ。なんだこのロビー。いいよ。来ない？さあ、前出ていく。スタン念のためこっち投げといて、裏取るじゃん。いるね。投げナイフ切る。からの、真下にいるの分かったんで、こう。お前、命中精度。ナイスケ、ナイスケ、ナイスケ。でかい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 よ。見ていく。後ろめっちゃおるけど、これ真ん中クラスターやな。はい、真ん中クラスター前オンライン。で、後ろいるから、こういったフリッシュ。はい、お前は死んだ。お前はすでに死んでる。デコイが結構うぜえ。ちゃんとうぜえ。ちゃんとうぜえけど、俺はタグを取る。タグを取って、いるな。これ、行ったふりして、こう。うまいよ。で、行ったふりして、こう。はい、投げライフ。うんま、俺。これは来ましたね、さっきの。あれは見せましたよ。いや、これ、勝ちてえなーけど、点差的にちょっと無理そうだなー、これ。もう、ハンドガン使っていい、これ。ハンドガン使ったらワンチャンある気がする。いや、けど、点差8もなってるわ。いやー、いけるかなー、これ。タグそれ2個取れたらでかいんじゃない？いける？それ。おるよ。いやー、デュアル、デュアル。うわー、マジか、つえー、デュアル。ナイス、ナイス、ダブルキル、ダブルキル。でかいよ、でかいよ、でかいよ、そこ、でかいよ。タグ、取ってこ。スタン投げるじゃん。はい、スタン、効いてる、効いてる。見ていく。右か？おったわ。いやー、もう左も右もおるー。いやー、もう最悪だー。39キル、26確定。いや、悪さ2000弱い。ほんまに弱い。もうこれ別に、どの武器使ってもこのムーブできるんで、単純に裏取りアサシンで、ね、ゴーサップ裏取りで、投げナイフとハンドガンで打開してる だけの試合なんでね。あんま参考なんだと、なんないと思うんですけど、ただ至近距離でね、輝くアップデートもらって、なおこれだったんで、もうこいつ遠距離 で使うしかないですね。てか、むしろ遠距離に関しては、弱くなってるんで、射程距離弱くなってるんでね。正直今回のこれ強化確かに強くなってるけど、まあ、威力減衰してるから、下手したら弱体化かもしれんな、本来の使い方ができないんで。といったところ、正直ね、ふざけんなよって感じではありますが、まあまあ別にスナイパー荒れてもね困るんで、まあいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあもしよろしければね、皆さんこちら、まあ物好きの方は使ってみてください。今気がついたけどさ、これ、硝煙がさ、これブルーパップだからさ、ほら煙が後ろからもちゃんと出てるよね。すげえ、げえ細かいっすね。はい、ということで、ワルさん2000でした。まあこんな形で、まあコールオブデューティに関するとかいろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければね、通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。はいどうも、ジャルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2。早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、キャラク300ってことで、はい、こちらですね、今シーズンの、シーズン5初期に追加された新武器、ワルサー2000となっておりまして、まあ、元中の解説とかね、初期の性能はこちらの動画で解説してますので、気になる方はぜひこちらからどうぞなんですけど、こちらまあ、もともとね、連射型のスナイパー第2弾として実装されまして、まあ、一応1弾の方がこちら、シグナル53ですね。まあ、こっちは威力高くて、
で、悪さ2000はその分威力が劣る代わりに連鎖速度っていうね、ちゃんとまあ積み分けされてるんで、てかまあそもそもね、連鎖が少ないから今作。効果項目を説明しますと、キャラック300、近距離ダメージの増加、上腕部位のダメージ増加、遠距離ダメージ範囲の増加、ADS から腰への移行速度の増加、腰の移動速度の増加、スプリント速度の向上ということで。はい、めちゃくちゃ強化です。まずこういった移動速度のアップだとか、腰打ち時の移動速度の増加かな、これは。で、ADS から腰への移行速度増加なので、逆にこれ戻した時の速度が上がるってことなんかな。で、その他ね、威力のアップだとか、遠距離のね、ダメージとか上がってるんですけど、これ具体的に何が変わったのかっていうと、まあ、以前の初期ですね、MW2 初期では、腕のね、ここいるあたり確か反射だったんですよ、ここら辺がね。反射で、あ、腕のここら辺はまあ反射になってしまうんだ、みたいな。だからちょっと連スナーとして、こう銃構えてる敵って言ったら、ここら辺に手が来るから、銃構えてると、当たってしまったら反射になってしまうよね、ってのがあったりはしたんですけど、今回のアップデートで、強化でね、ちゃんとワンショットワンキルが持っていけるようになっておりますと。で、あと、前回なんかマネキンがバグで、ここの股間の部分ですね、腹部の部分ですね。これがワンパンが取れてたんですが、ちゃんとね、こちら、取れへんよね、股間は取れないと。なんで君だけ取れた、腹部の上ら辺は取れちゃうんかな、これ。めっちゃシビアじゃない、そしたら。この辺取れるって、あー、この辺取れるって感じか。で、股間先端がダメですね。まあまあ、前まではこの辺バグってたんですけど、こちらがね、修正されて、マネキンが正しく設定されてますよと。一応ね、こちら、プライベートマッチの方のね、マネキンじゃなくて生身の人間でも腕反射かどうか確かめてみたので、はい、まあ間違いないかと思います。ということで、非常に威力も強化されて、取り回しもアップして、ちゃんとした強化が入ってるこちら、ワルサー2000、ちょっと久々に使っていこうかなと思います。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くに、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあ、では早速こちらショーダウンでキルコンファンドをやっていきたいと思います。さあ、こちらのマップね、スナイパーライフル普通に使いやすいので、しっかりとこちらでやっていきたいところなんですが、珍しく PS サーバーっすね。で、まあ一応今回のワルサー2000 2つ用意してきまして、いつも通りの反動制御系のワルサー2000と、エイム速度ガンガン系のワルサー2000ですね。はい、こちら2つ用意してきたんですけど、今までのワルサー2000は反動制御必要だったんですよ。っていうのも反射が多いから2発キルを狙うっていうのも必要だったので、反動制御をつけるっていうのがね、まあ、やっぱセオリーでちょっとあってたしたんですが、ただ今回のアップデートで威力上がったので、おい、これ敵の回上がったので、しっかりと、そのワンパが強くなった。つまり、エイム速度アップ系で、ワンショットワンキル系でね、持っていけることもできますよ、といった形のね、ことができるわけです。よっ！はい、ナイス！さっき2発目当たってへんかったんか。危なー。で、これやったと見せかけといて、どうせこっちで湧いてくるの分かってるので、私は、見ていき、うわー、危ない！ナイス！はい、弾がなくなったところに逃げる。ふぅ、味方いるかい？それ。上見ていくよ。いない。さあ、上見てるけどいらっしゃらない。で、奥大丈夫それ。投げ物多すぎー！さあ、しっかりとリロードもかましつつ、下から行くか。スッと行く。いいね、ナイスからこれ。ドリチャーブね！いけるか？青くおったなー。これは、大きいエイムで、見る。はい。はい、おい、これが反動制御系の力ですね。で、ここしっかりと見つつ、スライディングさえされない限りは大丈夫ですよ。さあ、どこから来る？伏せてるか？起き上がってるか？さあ、どこで待ってるんだい？いや、逃げたか、お前。逃げやがったな、あいつ。待って。いるいるいる。タイミングが GG すぎる。ナイスナイスナイスカバーナイスカバー。さあ、俺まだ見るよ。さあ、いますか。え、味方がめっちゃ抜いてくれてる。大丈夫それ。カバーするか。カバーできる。で、しっかりとイエブ出していきましょう。イエブオンライン。からの、ここでクラスター出しといてと。え、ちょ、このまま行ったらちょっと味方と一緒に詰め将棋になっちゃうから、いけるか？いるな。これはちょっとショットガン案件、もうスライディング打ちさせて、ほんまにキャラこんないコールオブデューティークソやな。まあ、これ別に他ゲーやったらええやん。バロやるわ、こんなキャラこんないやんたらって思ったけど、 MW3 でキャラこん復活するんで、僕は次回作もやります。え、マジでスラ打ちできないの異次元すぎるよね。マジさっきのでさ、負けるの謎すぎるよね。はい、これが反動作用効いてるんで、余裕のよっちゃん。で、そこ見ていく。待って、セメテクスじゃねえ、これ。さあ、見ておいてと。いるね。はい、はい、股間でもワンパンなんですね。で、もういるの分かってるけど、あえて、こう。もうスライディングできないの、マジ。不便すぎる。で、はい、ナイス。これがブライソンの力。で、行ったと見せかけといて、まだワルさん2000弾数あるから、見ていく。来てないね。ユーブ出していきましょう、ユーブオンライン。出た、これ後ろ湧いてるな。ナイス、V トール。いや、ブライソンが普通に強すぎる剣について。いやけど、やっぱワルさん2000の力も発揮していきたいので、ここで見ていく。もっと、それは無理ですよ。一旦ちょっと下がったと見せかけといての、これ。ナイス立ち回りング。はい、これぞワルサー2000。さあ、セントに溜まりましたね。まあ、やっぱね、反動制御効いてるから、その多色セーブしても全然リカバリ効くっていうのがやっぱレニスナの強いところですよね。まあ、僕みたいに普段、コールオブデューティースナイパーライフルを普段使わない人からするとすげえありがたい武器ということで。さあ、この一発ラスト、ファントムバレットで敵を
抜いていきます。はい、気持ちいいけど逃げられない。迷い猫オーバーなんて書いてあるけど、マジでハッピーニューニャーってやつだよね。懐かしい、マジで誰が知ってんねんって感じだけどな。さあセンサーマインも出しつつ、いないな。ハッピーニューニャーマジで分かる人いないでしょ今。迷い猫オーバーなんて、あのニーソックスアニメ、マジで。ほっカモン、おーろろろろろろ、え、なにこれ。あーなるほど、あれか、なんかスモークドローンってやつだよな。で多分こっち来るんで、はいこれ、おーちょっとスモークめっちゃ濃いって、これ普通のスモークと違ってめっちゃ濃いな。めっちゃ濃いですね。はい、これ反応作用効いてるんで余裕なんです。で一旦リロードしておきの、そこいるの分かってるんで、はいカモン来るね、そこ右いるの分かってるから、はいカモン反射、はい反射だけど持っていける、これちょ燃える銃でめっちゃ下げた。おい迷い猫オーバーだ、お前お前自分の推しがお前自分の推しが汚れることになるんだぞお前。これ見たユーザーが、え、迷い猫オーバーラン見てるやつやべえやつしかいねえじゃんっていう風になるんだぞお前。大丈夫か。まあガン砂はキショイって思われてるのかな、まあ、しゃーなしやね。さあさあ、ではこれ多分上に、あっぶねえ、ちょっとごめんよ。はいナイス、気持ちいいワンショットワンキル、撃たれたことさえ気づかせない。だあいつじゃないねんな多分。はい、いや強いと思ったけど2人目もうキショイ、お前らもキショイでやってるとほんまに。だって3人追って2段構えのスナイパーライフルですよ。でしかも2人とも詰めてきてないっていう、やってること両方ともキショイんやで。そうコールオブデューティーやってるやつなんてどうせみんな立ち回りキショイんやからさ、そう綺麗な立ち回りやってるやつなんて e スポーのランクマしかないんやからさ、そう認めようよみんな気持ち悪いって。それを踏まえた上で下打ちしてきてんのかなあ。毎回なんか最近俺コールオブデューティーの動画で下打ちされんねんな。そう下打ちされたって動画上げると大体下打ちされる。でめっちゃ強くね悪さにせん。あ待って、やばそう。はいこれやるじゃん。はっ、上後ろ脇してる。へえー、なんでやねん。UAV オンライン。さあさあ、てか迷い猫オーバーラン最下位やねんか下5キル。お前ようそれで下打ったなお前。いやいいよいいよ、まあこれでね、次も下打ってきたらお前は合格、紛れもなく下打ちプレイヤーだって認めてやるよ。ただこれで負けてるからって言って下打たなくなったらそれはただの日和だ。俺は認めないお前のこと。さあということで、はっはっ、オッケーナイス。でこれやっていきながら、どうせそこいるんで、はいこう待って、反射。はい、やっといて、すぐ後ろいるんで、すぐ逃げる。ナイスナイスナイス。で、こうやりつつ、イエビ出していきましょう。イエビオンライン。で、ちょっとそこの奥から敵来るかもしんないので、大丈夫それ。やってくれたのでかいけど、でかいけど、タグ取るけど、待って、それやばいもう無理ー。さあ、ここにクラスターマイン出していきましょう。クラスターマインオンライン。あぶねえ、なんか見てんな、そいつスナイパーライフル。こわ。反射ナイス気持ちいい。からの、二人目いるんで、これ。弾がないいや、最悪これ。やっぱね、あれだな、ワンパン持っていくマンにするか、ちょっと A 不足で必要な気がする、これ。感覚でね、ポーンって打つのが大事な気がするから、感覚ゲーミングでやっていくわ。ということで、A 不足度アップ系ですね。さあ、そこにテルミット来てますが、はい、ここですね。ここがセンターライン。来てない、いた。投げ物来てる。はい、わー、また見てる。スナイパーだ。とつなしないといけないから、とつなしよ。とつな、とつな、とつな。ロックどうせスナイパー見てるんで、はい、ナイス。で、こう行きつつ、タグ取りつつ、はい。はい、これ、ほらほらほら、これ、これができるかできないかが大事な気がする。で、それ私のタグなんですけど、取れますね。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、どうせそっちから来るんで、セミテックスも投げつつ、はい、今のうちに前進前進前進。いいよ。で、タグも全部取らせていただいて、取らせていただいて、どうせそっから来るんで、見る。さあ、今回私レーダーつけてきてないんで、はい、しっかりと頭狙うんです。この男。からの、指出しといてと。はい、これはあえてタグを餌にすると見せかけといての、これ全部取る。はい、気持ちいい。だな。はい、ちょっと当てるよ。ちょっと当てることによって、敵も引いてビビるはず。はい、引いてビビるはず。はははで、後ろいるんで、はい、こう。待ってー、マジかよー。なんか、下打たれたら、やっぱあいつは真の下打ちや。俺のこと下打ってくれた。あれ、待ってくれたらもうね、あ、こいつは下打ちパーティーとかユーザーなんやなってなるから許される。ただ、勝ってる時に調子乗った下打ちで、負けた瞬間にやめ出すのは、マジでうんこやから、やめてほしい。よし、オッケー。あいつはもうデフォルトで下打ちがね、体染みてるとの言うのが分かったので、しっかりとデスタ使いつつ、こっち立ち回りでいけるかなー。こうやっといてと。はい、こうやっといてと。で、味方か。はい、至近距離。至近距離これ意外と食えるな。こっち悪くなくない？残り3キル。いたけど。うわー、マジか、無理か、外れた。いや、これ絶対奥いるわ。奥めっちゃおるから、さあそこに紛れてのトツナ。トツナオンライン。トツナオンライン。からの、全然トツナじゃなくて草って感じだけど。さあ、トツナオンラインさせていただきたかったけど、終わっちゃったー。
まあまあ OK でしょう。まあということで 30×23 確定ですね。まあショットガンも使ってたんであれなんですけど、まあちゃんとこの武器の強さっていうのは分かってきたんじゃないかなってところですが、いや難しいところだな。ちゃんと反射率は減ってる気がする。だいぶねやっぱ初期の状態と比べたらだいぶ反射は減ってるんですけど、まあそれでもやっぱどうしてもね出る場面は出てしまうと、うん、それこそやっぱ足場が悪いところとか高低差あるところだったら足に当たってしまってね強制的反射ってあるので、まあそれはどのスナイパーでもしゃーないところはありますが、まあ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 そういったところでね、じゃあどうするかって言ったら反動制御にして振るか、それともエイム速度でね確実に上半身狙えるようにっていうところで、やっていくのか、それはもうプレイヤーのね、腕前だとかマップ次第のところありますので、だいぶその枠がね広がったんじゃないかなと、今回のアップデート広がったんじゃないかなと思います。まあ実際使用率もめっちゃ増えてるんでね、こっからのメタはスナイパーライフルはね、この悪さにせになるかもしれないということで、今のうちにぜひぜひ皆さんレベル上げだとかねアンロックしてみてください。はい、ってことでこれからはですねコールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。